こんにちは、沖縄まちふらチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は福岡都市圏の南部、筑紫地域に位置する大野城市、大野城駅、白木原駅周辺を散策したいと思います。というわけで大野城憩いの森に来ています。ローラー滑り台、ふわふわドームをはじめとした子供に大人気のリニューアルした大型遊具がコンパクトに集まっていて、一日中たっぷり遊べる、さらに魅力的な公園になりました。キャンプ場や水辺公園もあり、大野城市街の景色も一望できます。ぜひ訪れてみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。大野城駅に行ってみましょう。はい、 JR 大野城駅にやってきました。出入り口は東口と西口があり、こちらは西口より入っていきます。大野城市には JR の駅が2つあり、水木駅とこちら大野城駅。1日の平均乗車人員は6000から7000人と JR 九州では上位20位に入ります。改札は2階にあり、ホームは下に降りる作りになっています。乗り入れは北九州の門司から博多、鳥栖、久留米、熊本の八代まで、間が空いて鹿児島県、薩摩、仙台から鹿児島を結ぶ鹿児島本線。特急は停車しませんが、快速に区間快速が停車します。博多までは5駅で、快速だと2駅の最短が9分、福岡の第三の都市久留米までは14駅で、最短で30分で行くことができます。それでは先に西口のロータリーより見ていきましょう。降りたところにはタクシー乗り場、右手のバス乗り場からは西鉄バスが月の浦営業所、平野ハイツ方面が運行し、お隣の春日市のコミュニティバス弥生も停車します。そして左手に自転車置き場、20分無料の駐車場。駅前正面左手に九州大学の筑紫キャンパス、正面右手に春日高校があります。ロータリーには案内板として、大野城トレイル、自然と歴史の散策路の案内板、また駅自体は大野城市ですが、西側は春日市になっています。続いては改札前に戻ってきまして、東口を見ていきましょう。ゆとりのあるロータリー、降りたところのバス停からは大野城市のコミュニティバスの窓かが白木原駅、鎌蓋方面の扇ルートが発車します。また高層のマンションがロータリーを囲むようにあり、マンションの下にはクリーニング、歯医者さん、歯医者さんが母体の保育園ファミリーマートがあります。もともと白木原駅として西鉄と合わせて2つの白木原駅が存在していましたが、1989年に大野城駅に改称し現在に至ります。それでは本日は大野城駅より東へ、白木原駅大野城市役所までを散策していきたいと思います。大野城駅と白木原駅との間に位置する白木原エリア、2路線を利用でき、天神エリアや博多エリアにダイレクトにアクセス可能と、大野城市内でも特に利便性が高く、マンションが多く見られます。大野城駅の西側には戦後板付け基地として米軍の居住エリア白木原ベースがあり、一本向こうの現在県道580号の道沿いに、板付け基地に設置された東門から西鉄白木原駅までの 600m が白木原ベース通りと呼ばれ、アルファベットで書かれた横文字看板が並び、バーやレストラン、米軍兵向けの洋服店など数多くありました。 JR 大野城駅より約 450m ほど西鉄の白木原駅の西口、西鉄の乗降客数ランキングで15位を誇り、乗り入れは福岡天神大牟田を結ぶ天神大牟田線、特急や急行は停車せず普通のみの停車駅、春日原から下折間の高架化が2022年に完了しましたので、ホームは2階の造りです。白木原駅のデザインコンセプトは、ここから始まる人と人とのコミュニティエントランス、
イメージカラーは牛久川や三笠川の薄水色。マテリアルは大野城市の天然記念物の千段の木を連想させる木としています。また2025年の夏頃に校内にテナント5店舗がオープン予定で、春日原駅までの間の高架下には安全な歩行空間の形成と住環境、下折駅までの高架下にはにぎわいの顔作りとして店舗が入る予定です。それではここからは大野城市役所までの間、町の風景とともに大野城市の説明を挟んでいくんですが、大野城市の成り立ちは1889年町村制の施行により三笠郡大野村が発足、1950年町制施行し筑紫郡大野町、1972年市政施行及び名称を改称して大野城市となりました。もともと大野町という地名で、市政施行にあたり福井県の大野市が存在していたため大野市とすることができず、大野城市の名称は天智4年大野山に築いた我が国最古の朝鮮式山城大野城に由来します。現在の大野城市の人口は10万2000人ほどで、福岡県の市が29ありますが、福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、春日市、筑紫野市に次いで7位の人口になっています。福岡のベッドタウンとして人気があり、住みよい街ランキングで全国トップに選ばれたことがあり、北側は福岡市博多区に接し、北西には塩路山、音ヶ名山、南には瀬振山地の牛首山があり、都市機能が発展しながらも自然豊かな環境が残る貴重なエリアです。九州の交通動脈である国道3号が縦断しているのをはじめ、九州自動車道や福岡都市高速道路が通っています。また JR と西鉄両方の駅が乗り入れており、福岡空港も近くにあるなど、交通利便性に優れている環境で、博多や天神などに勤めている人はもちろん、久留米や小郡などに通勤通学している人も多くいます。都市部に出なくてもほとんどの生活用品が揃う環境で、イオン大野城やイオン音金ショッピングセンター、飲食店や家電量販店なども充実し、週末のファミリーのお買い物も容易です。手軽なお出かけスポットとして大野城市役所の近くに位置する多目的複合施設大野城窓カピアは、子ども向けのワークショップなどが多数開催されていたり、家族で利用できるキッズルームや図書館が備えられたりしています。イベントホールではさまざまなジャンルのコンサートや映画上映会、各種習い事の発表会などが行われています。また車で 2,30 分行けば自然が広がるアウトドアが体験でき、複数の公園とキャンプ場からなる、動画の初めに行った大野城憩いの森もファミリーに人気の施設です。それでは大野城市役所にそろそろ着きますので、最後塩路山のふもとにあるマドカーパークにてお別れをしたいと思います。自然がたくさん、設備が充実、大野城総合公園のマドカパーク。広々とした敷地に立派な体育館とグラウンドがあり、さらに公園の裏には塩路県民の森もあり、自然も一緒に楽しむことができます。テニスコートにアーチェリー場などを持ち、スポーツレクリエーションの拠点として各種大会が行われ、キャンプ場も完備しています。ユニークな滑り台のある展望台からは大野城市街も見渡せる景色も広がります。というわけで本日は大野城市大野城駅から白木原駅周辺を散策してきました。都市機能と自然環境も残る貴重な街、この動画を通して少しでも大野城市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな街を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。